ドカウンターいきます。アグちゃん決めろ、アグちゃん絶対に決めろ、これは。よっしゃエです。今回なんですけれども、今回は配信しながら、これ大事ですね、配信しながらは日本初エリートディビジョンを達成したフォーメーションと戦術解説をやっていこうと思います。で、内容に入っていく前にまずはお礼をしたくて、配信や動画を頑張りながらエリートディビジョン達成できたのは、いつも見てくださる皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。とりあえず感謝の気持ち伝えたかったので、ここで改めて言わせてもらいます。ありがとうございます。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、それでは見ていきましょう。ちょっとね、カメラのアングル変わってるのお気づきだったでしょうか。最初の冒頭からね、お気づきの方いらっしゃると思いますが、配信のスタイルで、このままやらせていただきます。すいません。はい、ということで、使用しているスカットはこんな感じですね。まあ、前回の433動画から大幅に強化しています。まあ、スカットがね強いからといって参考になんねえよって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、あくまで参考程度ですので、あしからずということで、一応自分はね大会に出て勝つためにプロとして活動しているので、まあ、スカットがどうしても強くなってしまうのはご了承ください。すいません。まあ、無課金赤もねやる予定ではいます。まあ、戦術自体はね参考になると思うので、よろしくお願いいたします。ということで、戦術見ていきましょう。はい、フォーメーションは 4-2-3-1 に、変更しました。配置はこんな感じですね。クリスティアーノ、ST のトップ下ネイマール、左エンバペ、右メッシ、ボランチ2枚カンテ、デブライネで、ディフェンスラインはメンディ、ダイク、バラン、ジョアン、カンセロ、キーパーがアリソンと、テンプレっぽいスカットになってます。で、コーディビジョンだと、先日挙げた433だと、勝ち負けが安定しなかったので、自分が最も、得意としている4231へ、変更しました。そして、肝心の戦術が、こちらです。守備のスタイルはバランス。幅55の深さ、75になってます。で、まずスタイルについてですが、ロスト後からバランスへ、変更いたしました。4-2-3-1 は前からプレス行くというよりも陣形を整えてしっかり守るのが強いと思ったのでこうしてます。まあね、前からガンガンプレスで行きたい方はダッシュチャンス時プレス、これですね、にしてもいいかなとは思います。ダッシュチャンスも試したんですけど、まあ全然プレス行く分にはこっちの方が良かった、ロスト後よりは良かったですし、まあ体力の減少も抑えられるので、今作のダッシュチャンス結構 AA がいい感じになってるので、ダッシュチャンスでもいいとは思います。で、幅は50から55へ、変更しました。前回の動画でも言いましたが、55の方が、サイドバックのポジショニングはちょっといいなと感じたのでこうしております。で、深さについては、低いのも試しましたが、結局今作は走ってる、相手の選手へ勝手についていって、センターバックとかがついていって、ついていく仕様なので、ハイラインでも、結局ラインが下がってしまう現象が起きてしまうので、まあ、どうせならハイラインに設定して、オフトラをかけやすいような、オフサイドトラップですねをかけやすいようにしています。で、次にオフェンスです。ビルドアップはバランス、チャンスメイクも、バランス、幅30の PA の侵入は、7に設定してます。で、ビルドアップに関しては本当にいろいろ試したんですよ。で、試したんですけど、今作はバランスが結局一番いいなと、感じました。まあ、アップデートで何か変わらない限りはバランスでこのまま行くのかなと思います。で、バランスの強みは前回の433の動画で話しているので、今回は省かせていただきます。チャンスメイクについてですが、ダイレクトパスから、バランスへ変更しました。で、理由は押し込んだ時の ST の動きですかね。ダイレクトパスだと押し込んだ時に縦パスを入れたい、アタッキングサイドで押し込んで縦パス入れたいって時にディフェンスの裏を狙うことがちょいちょいあって、なかなか攻撃のスイッチ自体を入れられないっていう状況が発生することがありました。で、前回話した時に攻撃のスイッチを入れる縦パスが通せたらダイレクトパスは強いんですが、
D1 の相手はね、あの現状かなり強くて、まあ、守備も上手い方が多いので、まあ、なかなか思うようにいかなかったので、あのバランスへ変更しました。バランスだとね、しっかり縦パスを受けてくれる印象ですね。で、幅は30と PA の進入7に関してですが、もうこれは自分が4231を使用する時のもう黄金比です。はい、去年も4231のあの動画上げてるんで、まぁ、ちょっと見てほしいんですけど、まぁ、ここの説明を詳しくしているので、ぜひ見てみてください。まぁ、なんかちょっと誘導が多くなってすいません、本当に。まあ、尺の都合です。はい。すいません。まあ、簡単に説明するなら、幅はショートパスで、ポンポンしたいから。進入は433の時と同じ理由ですね。はい。で、セットプレーの数値はお好みで。アプデで変わるらしいですが、コーナーの後に残ってる選手の動きが、ポンコツすぎて、カウンターを受けることがあるので、現状はこの11で、もうカウンター対策に備えるために11にしています。まあ、アプデで直ったらね、自分は2に、戻すかもしれません。はい。ということで、次は指示についてです。まあ、ここもね、去年の4231の動画から、ほぼほぼ、変えてないですね。で、この ST に関してだけ、少しだけ、変えてます。まあ、ST の指示は現状何もいじらず初期設定のままです。ディフェンスサポートは、十字キーの下上、十字キーを下上って押すと、ストライカーのリトリートっていうのが、できるんですけど、まあ、そちらで代用できるので、リードするまでは、起点を作りたいので、初期設定で、ディフェンスに戻るにせず、初期設定で、行ってます。で、サポートランに関しては、ワイドに開くとちょっと迷ってますね。ただ、現状は、バランスでやってます。カウンター時のね、起点を作りたい人は、ワイドに開くでもいいかと思います。自分は、選手ロックでカウンター時は、ST 流れさせたいときは、その際は代用して、選手ロックで代用して、ワイドに開かせてるので、まあ、ここを入れるか入れないか結構好みかなと思います。で、キャムはディフェンスに戻るのみ。で、両サイドキャムはディフェンスに戻ると、PA 内でクロスに合わせる。ですね。まあ、去年と変えてないです。まあ、守備時はキャムを引いてしっかりブロックを作りたいっていうのと、攻撃時のクロス時のサポートをバランスにしているのは、押し込んだ時ずっと中にいて、ST と並んで縦パスを入れれない状況をなくすためにバランスクロスランに、しています。結構サイドにね、寄ってきて、サイド攻略の手助けをしてくれたり、押し込んだ時に、降りてきて、相手ボランチを引きつけてくれたりしてくれるので、まあ、これにしてますね。で、サイドキャムも同様、守備時に戻ってほしいので、ディフェンスに戻る。今作クロスが強いので、PA 内にクロスに合わせるは設定してますね。で、433の時同様、この設定はアタッキングサードで、結構フリーになるように、自由に動いてくれるので、おすすめです。サイドの選手は。はい。そして、CDM なんですけど、守備的な方はパスコースを切る、攻撃時に上がらない、中央カバーです。で、相方のデブラインの方ですね。は、攻撃時に上がらないを入れずに、バランスに設定してます。まあ、結構この攻撃的な方が肝で、攻撃時に上がってくれることによって、攻撃の厚みが増しますね。で、両方上げると、カウンターが強い今作において、まあ、リスクちょっと高すぎるので、片方は上がらないに設定するのをおすすめします。で、パスコースを切ると、中央カバーなんですけど、引いて守ってる際に、縦パスを入れさせないようにすること。しっかりと真ん中で2枚構えて、守備したいので、こうしてますね。で、サイドバックに関してですが、攻撃時に上がらないのみ、両方とも入れております。まあ、両方これだけですね。カウンター対策と、上げる際はトリガー欄で代用する形ですかね。で、CB2 枚は、初期設定で。で、GK に関してなんですけど、ここは積極的なクロス対応と、スイーパーキーパーに、変更しました。まあ、クロスとフラスルが強い今作において、まあ、この2つは、指示した方が、個人的にはいいかなと思います。で、フラスルで裏へ行かれた時に、まあ、自分は結構三角で GK を出すことが多いんですけど、まあ、初期ポジが高くなるので、まあ、GK の操作が、上手い方はスイーパーキーパー入れた方がいいのかなと。で、積極的なクロス対応は、コーナーの時とか、マヌキーして結構みんな出すと思うんですけど、真ん中ら辺に。出してるのに、出しててなおかつもう少しでボール取れるやんって時に、取ってくれないことがなくなるような気がしてます。まあ、なので、積極的なクロス対応は入れた方がいいのかなと思います。はい、ということで、以上が戦術と指示になります。で、この後はね、実際に試合を見ながら前回同様解説していくんですけど、まあ、今回の、プレイ解説の対戦相手
の方なんですが、対戦した、何時間か後に、エリートディビジョンを達成されたFIFA 配信者の、バルトさんが、相手になってます。はい。で、現状エリートディビジョンは日本で知る限り自分含めてまあ5人ほど、まあちょっと動画撮影時ですけどしかいないので、まあいい対戦相手なのかなと思います。で、前話したように形から入っていただくのは全然 OK です。ただ形だけで終わらないこと、もうこれが大事ですね。はい。まあ、何を考えてプレイしているのか、どうしてその選択をしたのか、自分と何が違うのかと、まあ、しつこいようで申し訳ないですが、ここができるのとできないのでは本当に運命の差なので、まあ、しっかり最後まで、見てほしいです。はい。まあ、その上で何かしら、上達の、きっかけなんかに、なれたら、すごい嬉しいです。まあ、そんな感じで、プレイ解説見ていきましょう。それではどうぞー。来たぜ来たぜ来たぜ、うわっしゃい。これ負ける、うわー、未来ちゃん、FIFA 現状のナンバーワン配信者 VS、俺は何なんだ。てか、この辺にいるんやね、バルトさんも。いや、神キーすぎる。ワントワントか。あ、危ねえ、マニキー入ってたかな。はい。てか向こうもスカッと強いの。めっ、ワントワントゥーかな。マニキー、バモス。そっち来ると思った。こっち来ると思った。いや、ドカウンターいきます。アグちゃん決めろ、アグちゃん絶対に決めろ。これはよっしゃー、ナイス。いやー、AI、
クリスティアノーバウス、クリスティアノバウンド。オーケー、星稜でも勝ちたい、星稜でも勝ちたい、マジで。はい、よナツメグ無理よね。完成ろ、 OK、 ジジー、対戦ありがとうございました。向こうも配信してんのかな。いや、ナイスゲーム。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。まあ、4231はね、FIBA シリーズでは鉄板のフォーメーションで、日本海外問わず、プロ選手たちに愛用されている、フォーメーションですよね。まあ、初回のチャンピオンズファイナル前に、エリートディビジョンを達成することができたのは本当に嬉しかったですし、本当にいつも見てくださる皆様のおかげです。改めてありがとうございます。明日から、第1回目のチャンピオンズファイナルが始まりますが、皆さんがいい成績を残せることを期待していますし、祈っております。まあ、毎度のことですが、フォーメーションはアップデートが、あるたびに、変わる可能性があるので、まあ、その都度紹介していければいいなと思っております。今後も引き続き、皆様のためになるような動画や配信、そして情報共有とやっていくので、よければチャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローもお待ちしております。それでは皆様、また次回の動画や配信、そしてチャンピオンズファイナルでお会いいたしましょう。バイバイ。はい、まだエリートディビジョンじゃないんで気抜きたくないですね。ふう、頭痛い、血糖値爆上がりしてる今。そう、この後のね、この思考の領域の後の疲労感、マジですごいことになる。全身がね、体重200キロぐらいの重さになる。で、頭がかち割れ。え？え？ジジイ。いや、試合のこの止まった時間やべえ。45分45秒。エリート達成しました。来た、しかもブーストかかってそのままいったからね。新ディビジョン来たー。あざっす。